はい、ひとつきマンサ清水です、本日はですね、誰も気づいていない松本人志を追い詰めた日本社会の構造的変化という形でですね、話をしたいなというふうに思っているんですけども、松本人志さん急転直下の勢いでですね、事実無根なんで戦いますとかっていうふうに文春砲を食らって言っていたんですけども、あっという間に芸能活動を休止するという形になってしまいました。その文春砲というのはですね、複数の女性に対して、ちょっと性的な強要があったのではないかという疑惑が出ています。で、これは非常に横行っていう感じなんですよね。ただ、正直言って、これが許されてきたのが日本社会ではあったんですよ。10年、20年前だったら、これ文春砲を食らったとしても、下手すると通常営業だったかもしれないですよね。で、さらにちょっと象徴的だったのが、松本人志さんに女性をね、紹介していたというふうに言われているスピードワゴンの小沢さんという方がですね、私は何ら恥じることはないのでこれからも活動していきたいと思いますというふうに言ったんですけど、いきなり急転直下してですね、やっぱすいません、芸能活動自粛しますっていうふうにですね、こう言ったんですよね。いや、自粛という言葉はね、とてもね、便利だなと。いや、正確に言うと仕事が来なくなったっていうだけだと思うんですけども、YouTube を見られなく自粛いたしますっつってね。いやー、 YouTube 自粛しますって、いや別に普通にアップしてたらええやんって思うけど、いや、ちなみにスピードワゴンの小沢さんがBS ジャパンネクストで、やっていた野球のトークバラエティ番組に関してはですね、公式 YouTube からもあっという間にスピードワゴン小沢さんが出てる回全て削除。で、BS ネクスジャパンネクストのその番組ホームページからは、小沢さん MC だったのに、もうホームページから消えてるので早すぎるでしょっていう、このスピード感ね。いや、こういうのがスピードワゴンだけに、もうスピードワゴンだけにスピード感を持って対応されてるわけですよ。岸田首相もちょっと見習いやっていうスピード感なんですけども、いや、こういう変化って何なんだろうというところを、ちょっと今日はですね、東京大学元教授のですね、安富さんと話をしていきたいなというふうに思います。安富さん、よろしくお願いします。はい、いやー、これね、もう本当に多分こういう切り口で解説するのって、うちが初めてなんじゃないかなっていうぐらいですね。あんま気づかれていない部分なんですけど、それはともかくとして、まず松本人志さんを何が追い詰めたのかっていうところをちょっと考えていきたいなというふうに思うんですけど、やっぱりこのスポンサーが降板したんですよ。スポンサーが、例えば年末特番ね、松本人志さんの年末特番でスポンサー名の表示を自粛したという、これアサヒビールで、あとサントリーとかアコムとかも自粛したというふうに書いてあるんですが、これね、あんまりそんなに知られてないけど、アサヒとかサントリーとかっていう飲料メーカーってとてつもない広告料を払ってるんですよ。なので、このアサヒビールを敵に回すっていうことはですね、もう業界では生きていけないぐらいのね、感じになるぐらいの、やっぱり飲料メーカーってそれぐらい広告費を払っていますから、電通とか博報堂に対する圧力も強いので、これで本当とどめになったなぐらいの感じなんですけど、じゃあなんでアサヒビールは、これスポンサーのね、ところを自粛することになったのか。で、松本人志さんが追い詰められることになったのか。あとね、そもそも最初からスポンサーってテレビ番組の制作に何に関わってるのっていう順番からいくとですね、テレビ局っていうのは、スポンサーからお金をもらって番組を作ってるんですよ。だから、スポンサーがいなくなったら、番組作れないんですよ。で、そのスポンサーが喜ぶ存在として、例えば松本人志さんとか、旧ジャニーズのタレントだったりいるわけなんですよ。で、この旧ジャニーズのタレントとかダウンタウンの松本人志さんとかっていうのは、世間から見るとすっごい人気者っていうふうに見えるかもしれないけども、基本的にテレビ局の視点からすると、スポンサーのお金を集めてくれるいい、見せ物みたいな、そういうポジションなんです。だからスポンサーの方が圧倒的に偉いんです。スポンサーから嫌われたらテレビ局潰れるぐらいの感じなので、そういう意味ではですね、スポンサーに嫌われてすごく大事な重要なことなんですよね。で、アサヒビールとかサントリーとかアコムとか、かなり早い、パッ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 と動いた。で、これは一つはジャニーズ事務所の時の問題でも言いましたけども、例えばアサヒとかサントリーってキリンがもう一つあるんですけど、基本的に海外に対する売上比率が結構高いで、安住さんちなみにビールって飲みます？かつては飲みました、で皆さんもビール飲む人いると思うんですけど、ちなみに私お酒もう全然飲まないんですけど、ビールでアサヒビール、スーパードライってあるじゃないですか、で、あと海外のビールって一応ちょっと専門店とか行ったら売ってるじゃないですか、であれってアサヒビールの普通のビールと海外のビール比べてどっちの方が高いかっていうと、海外のビールの方が高いじゃないですか、ちょこっとだけ、でアサヒビールの決算書とか見てると面白いのが、売上の比率よりも営業利益の比率の方が高いんですよ。要するに海外では言い方悪いですけどボッてるんですよ。要するにアサヒビールとか、これユニクロとかもそうなんですけども、日本では安く買えるんだけども海外に行くとちょっと高級路線で売ってるんですよね。だから中国とか台湾の人来て、ユニクロをガーッと買い占めて帰ると飛行機代が出ちゃうらしいですね。そうだから結構高いんですよ。かつて日本とかだとルイ・ヴィトンとかもパリとかで買うと3割ぐらい安いっていうのとかもあるので、でそういうのがね、今円安でそこまではないと思うんですけど、だからそういう関係で海外で利益を稼いでいるっていうことはですね、ジャニーズの時も動きがそこそこ早かったのは、やっぱ海外でボイコットとかが出るとこれは買われなくなっちゃうわけなんですよね。で松本人志さんの問題もこれは同じことになるわけなんですよ。だから顧客の観点から見た時にスポンサーにとって売り上げが上がらなくなるので NG です。これが今までよく私が説明してきたことなんですけど、今回はですねメディア、大手メディア、在京キー局ですね、例えばテレ朝とか、フジテレビとかそういうところの女性の役員の比率の変化、あとですねこういうアサヒビールとかサントリーとかアコムとかこういうところの女性の管理職役員は日本の平均から見てどれぐらい高いのかっていうところでですね、ちょっと見ていきたいというふうに思うんですけど、まず当然ね、一月満卒を見ている非常にリテラシーの高い方々はですね、この東京商工リターン誌のこのデータはご存知だと思うんですよね。女性の企業の女性企業の上場企業の女性正社員は、賃金は男性よりまず3割低いと。で女性の管理職比率は、管理職が100人いたら女性は9人で男は91人というふうに、これが男女平等日本、さすがねジェンダーギャップ指数120近くのウルトラ差別国家、半端ないよね。半端ねえよ本当に。でこれを岸田政権も含めて岸田政権がやってる男女共同参画とかっていうのはね、もう本当ねへそで茶がピーって湧くぐらいバカバカしい話なんですけど、それでも女性比率をね国会議員とか上場企業の役員とか含めて増やしていかないとダメだというふうに思ってるわけなんですよ。であれなんでなのかっていうと、これ人手不足がまず一番最初に来るので、人手不足の観点でですね、女の人を雇わないということはまずもうありえない状況にあります。でじゃあサントリーとかアサヒとかってどうなのかっていうことなんですけど、まずですね、これね私がちょっと調べたのが、これアサヒ、これアサヒのねプレスリリースでちょっと古いんですけど2021年のプレスリリースなんですが、ここにですね、書いてあるのが、女性、活躍推進を重点テーマとして位置づけ、国内外グループ経営層における女性比率を現状の 22% から2030年までに 40% とする目標を新たに設定しました。で、この経営層というのはですね、取締役、監査役、執行役員、本社部長、事業部長、一部というふうに書いてます。でこの 22% というのはどれぐらいなのかというと、さっき見せた 9.4% っていうのは管理職ね、管理職全般なんですけど、じゃあ役員全般で見るとですね、どれぐらいなのかっていうと、これ朝日新聞の記事なんですけど、2023年12月26日、去年の年末に出ていますね。東証プライム企業の女性役員比率2025年に 19% っていうふうに書いているんですけど、これね、現状がじゃあどれぐらいなのかというと、現状は 11% から、2023年7月は 13% というふうに書いてあります。なので、13% で、管理職は 9%、 役員だと 13%、 これが大体の平均値だと思ってください。これはなんか監査役とかそういうの入れてるんですか？いや、もうもちろん入れてますよ、それ。これはもうかさ上げ監査役いっぱい入れまくりですよ、もう。社外取締役とか入ってるんですか？社外取締役はさすがに入ってない。いや、入ってるかもね。入ってるかも。だからそれでかさ上げとかして、これね、これ。おかしいもんだって、管理職の方がさ、多いはずがないじゃん。ね。で、じゃあ次に、これがね、次にお見せするのが、サントリーね。サントリー、サントリーの、女性の、じゃあ役員の比率はどれぐらいなのかっていうところをですね、これサントリーの、IR に出ておりました。これでちょっと示すとですね、14.3% と。減っとるやね。減ってるんですけど、これね、元の母数が、すごい少ないんで、女性が333で、これ変わってないんですよ。ただ役員全体が男性で1人増えたから 14.3% なんです。でこれでもね、やっぱりちょっと多いわけですよ。いや、かなり多い。衝撃的に多い。衝撃的に多い。衝撃的に多いよ、これね。でじゃあアサヒビールとかも私さっきお見せしましたけども、アサヒビールの場合は 22% です。これはただし役員と本社部長とか事業部長とかも入れてるんですよ。でもね、安富さんがさっきご指摘された通り、監査役とか取締役って結構簡単に水増しできるんですよ。ね、なんか月に1回来てハンコポンって押すだけでいいから、ちょっと女の人雇っとこうとかね、そういう感じもできるんですよ。弁護士とか入れとくんですよね。でそうすると比率アップですとかっていうふうにできるんですけど、アサヒビールの場合はですね、執行役員、本社部長、事業部長入ってるんですよ。これはちょっとね、現場ですよ。これをちょっとね、ちょっと水増しとこかっていうのはこれもう無理でしょ、無理でしょ。厳しいもんあるよ。いや、事業部長水増しとか本社の部長水増しはちょっと厳しいものが。厳しいもんある、ね。うん、名前だけど、だから孤立担当大臣みたいなさ。ああ、孤立孤独担当大臣、ね。何もついてない本部長をつけるとかね。はい、うん、でなのでそれで 22% いるわけですよ。うん、でそう考えると、あ、女性、まあジャニーズ問題があった上でなんですけども、女性がいっぱいいる中で「あ、いいじゃん、松本人志よ、あれぐらい別に構わないよ、ビール飲んでくれたらなんでもいいんだよ」とかっていうふうな会議でおっさんがしたとしましょう、うん、女の人がいる中で、うん、もうね、大変なことになりますよ。もうするけどね。いやもうね、今は多分コンプライアンス委員会に告発とかされます、それは。ああ、うん。かつては平気でしてたよ、そういうこと。かつてっていつぐらい？いつぐらいだな。割と最近じゃない？最近。てかね、なんていうかね、十数年ぐらい前に女性の役員っていうのが出始めた時期があったじゃないですか、上場企業の。遺産ですけどね、お会いしたことがあって、うん、彼女初の本社の、うん、我が社の女性役員ですって、うん、どんな人を想像するかってさ、もうこんな大企業でのし上がってきたで中で立ち退いてきた女性ってどんなこう男勝りのね、いいわ、すごいアクティブな人かったらおとなしい感じの人なの。意外やなっていう感じは、こういう人が勝ち抜くんだみたいな感じで。それが 2社か3社続いてね、ひょっとして安全牌なるほどね、うん、女性入れろって言われて、怖い人入れたら怖いから、おっさんに優しい人を入れたっていう。で多くの人はね、これで安心、まあ政府が言うから仕方なく女性のところ入れとかなあかんな、こいつやったら組みしさしやすそうやってね、松本人志買ってこいつやったら言わんからやっていいやろって思ってたって。絶対そうやと思う。いいですか、男性の上司諸君、こいつだったら別に大丈夫やと思っているね、こいつ羊やろと思っている女性は、まあ基本的にそうですね、ティラノサウルスぐらいだと思っておいた方がいいと思いますよ私は。なのでね、今回動きが早かった、企業の女性の役員、ちょっとアコムはね細かいのが分からなかったんだけども、これ面白かった。女性の比率が高いで、そして海外の比率も高い。人気あったからね、女子大生に。あ、サントリーね、鳥居さんがやってるサントリーで、かつアコムとかアサヒとかサントリーの社長とかを見るとですね、アコムとかちょっとびっくりしたが、これ創業者一族なんですけど、木下さんっていうね人なんですけど、これね私より若い、43歳、私より若い割にはちょっとご苦労をされている感じの写真ではあるんですけど、まあ43歳で海外でお仕事を、アビームコンサルティングって海外の会社だったと思うし、でオレゴン州立大学出てるんですよね。なので、まあ、こういう人が社長とかだとですね、やっぱ動きも早いですよね。でこういういろんなね変化があるにもかかわらず、それに気づかずに、まあ、ずっとね、まあ、大丈夫でしょうとかっていうふうに思ってたら、そりゃスピードワゴンの小沢さんとか、まあ、あと何て言ったらいいんですかね、まっちゃんとかもそれはひどい目に遭うだろうというふうに思います。でさらに次にですね、これ民放テレビラジオ局女性割合調査報告っていうのがありまして、この民放ローレンっていうところがこれ定期的に出しているものなんですけども、2023年の11月に出た2022年度のデータというのがありまして、これがねちょっと笑ったのが、まず全国のテレビラジオ在阪テレビ局依然6割以上で女性の役員ゼロというゼロの状態が続いているんですよ。でここのキー局、在京キー局っていうのは東京にある大手のテレビ局ではですね、全役員110人中女性は9名であるというふうに22年度は出ているんですよね。でこの一番最新の情報で言うと、テレ朝とか富士とかで見ると女性の比率がですね 10.1% あるわけですよ。結構伸びてるのね。これなんでかっていうと2027年度は 1% ですから。でもね2027年度から2023年度に向けて10倍も女の人が増えてるわけですよ。まあ1人が10人になったっていうことなんですけど、でねこれは女性の活躍としてはまだ少ないと思うけど、キー局からするとですね、まあなんかいろいろ言われるし、ちょっと女の人入れとこかって、こいつは組しやすそうだから入れておこうって絶対ね、頭の悪いおっさん思ってんのよ。だけどそれは松本人志もスピードワゴンもこいつだったらおとなしそうで俺に歯向かわねえだろと思ってんのよ。でこれがね増えてんのよ。で多分もっと増えるでしょ。でそうするとね、そりゃまっちゃんみたいな存在は許されない状況に、いやどんどんなっていくと思うよ。これすごいね。だって私がテレビ出ていた頃、まあ今から8、9年前だよね、まさに。ゼロでしたよ。ゼロですよ、ゼロ。で、私だからその現場行って、まずですね、AD さん、アシスタントディレクターさん、もう女の人だらけよ。いつも最低賃金で生きてる人たちね。でもところもうちょっと上行くとね、こう急に男性が増えてくるんですよ。でで偉そうにしてるプロデューサーとかになってくると、本当に男性の比率が高くて、でそれでなんかいびつやなと思って、でそれでその役員のリストを見た人全員男性だったんで、もう衝撃を受けて、だからこんな感じなんだっていうふうに思ったのが2015年とかかな。その時はゼロですね、おそらく。でそこからねもう比率 10% になってるんですよ。少ないけどね、遅いよねやっぱりね。全然遅いけど、いや大きい変化だと思うよ。0から1は大きいわな。0から1大きい。だっていや、まあ男性諸君にちょっと聞いてみたいんですけど、10人でやってる飲み会があったとします。男だけでね。でそこで展開される下ネタ話題、さまざまありますよね。でそういうことを喋っている状況と、もう一つそこに1人だけ女の人が入ったのを想像してください。男性9人女性1人で男性10人のノリでは喋れないですよもう、うん、そうするとこれは会社の意思決定とかにもものすごい大きい影響を与えてくるし、だって在京キー局のテレビ局の役員会議とかでね、じゃあ松本別に構わないやろとかっていう風にこう言って、だ俺だってやりたいよあれくらいのこととかってもし言った日にはですね、これまでやっぱり大問題にそれはなるわね、なりますから。もうそれ自体がお前の特ダネだよみたいな感じになっちゃうんで、感動しちゃったらみんなでかばい合う、うん、かばい合うと思うよ。これがね結構強いなと。でまあ堤防に開いた穴みたいなもんですね。そう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 。でね、いや面白いのがこの在京キー局じゃなくって在阪テレビ局、テレビ大阪とか、これがですね 3% なんで、だいぶ少ないわけなんですよ。日本もやっぱり東京は一番早いよね。うん。だってこれ女性役員の、がゼロしかいないところっていうのが在阪キー局に関して大阪のテレビ局は、5分の3なんで、これいないんですよ。でそういうふうに考えると、まあぶっちゃけ私も子供の頃ね関西に住んでたから関西の文化によく当てられてましたけど、いや関西の文化特に大阪のテレビって下品じゃないですか。下品じゃないですか。下品です。もう見るに耐えない。正直嫌いだったんですよね。私は子供の頃からなんですけど、なんかこういうの見ると納得っていう感じが。ほんまね。いやもう男ばっかおっさんばっかりいて酒飲みながら会議してたなんやろうなっていうことが多い。でも。やっぱり松本さんがすごくあっという間に干されたのは、まあ、こういう女性役員の比率の変化だったりですね、まあ、他にはスポンサー側の大きい変化だったりですね、でもっと大きいことを言うと、経済がグローバル化していって、アサヒビールとかもね、例えばサントリーとかも日本人に売ってりゃいいっていうものではなくて、海外の売り上げがなかったらもう企業が成り立たないっていうところまでね、まあ日本経済が相対的にちっちゃくなってしまったんで、そういう影響とかも何も考えずに、松本人志さんとかスピードワゴンの小沢さんはずっとある意味まあ島国の中で暮らしてたんだなって考えると、いやそりゃ全く分からへんやろなっていうふうに思いました。日本の人間の大きな特徴ですよね。本当にすぐに自分の周りに島国作っちゃうんですよね。だって安心するもん作りたいもんだってちょっと権力とかちょっと力があると、自分の周りでもうおべっちゃ使う人たちをこう集めてですね、もう周りにその普通の世界なんて存在しないような空間をあっという間に作り出すんですね。そうするともうなんか自制心とかブレーキとか一切飛んで、すぐに「ああええやろええやろ」みたいな。初めは慎重なんですよ。あ、これ大丈夫、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、あ、俺も大丈夫だったらもうなんかおい後輩ちょっとなんかホテルに女連れてこいっていうふうに言って、あんでよしやったら俺の子うめえやっていうふうにこう言ってもオッケーみたいな。もうね本当に初めは慎重な、初めは慎重にやるんです。だんだんこう甘くなっていって、だんっていうのはまあパターンですけどね。怖いね。怖いですね。ほんまに怖い。まあというわけで松本人志さんとかまあ吉本興業とかも気づいた方がいいとは思いますけども、本当に今もう環境がこんだけ上がってるわけですよ。でその中で今まで通り突っぱねるっていうのとか。吉本興業が笑いましたね。やっぱり松本人志はそうかなと思いましたけど、吉本興業の対応が、まあ、私に一番ツボやったのは吉本興業でしたね。ここまでとんでもなかったのか君はと。いやもうなんかツッコミ待ちっていう本当に会社やであんたらでしかもまだそれで突っぱねるでとんでもない、うん、とんでもないやつらで突っぱねるのかと思ったらさ、うん、あタイバーは松本が勝手にやると思うんでサポートしますおいおいみたいなおいおいってどういうことやねんのね。なんなんやお前らみたいな。いやあれやと腰抜けの上にアホっていうすごいどうしようもない。腰抜けの上に。いやそうアホの上に腰抜け。どうしようもねえよ。アホでまだ待ったらアホはさまだなんか買い道もあるけど。このくせに腰抜けってのはもうね。ただのなんかダメなやつ。ダメっつかのちょっと。やっぱあれが良くなかったんじゃないの？あの上場廃止。ああ、まあそれは一つね。うん。あるでしょうね。せっかく上場してたのに、出井さん何をしてるんですかみたいなもう誰も知らないネタを出してもしょうがないんだけど。まあ、ちゅうわけでですね、これはもう本当にまあ経済というか環境が変化しているのに、自分が変わらないままでいると。いやこういう目に合うんだなあっていう、ね、怖いですね、この倉庫というのはね、うん、いやーなんか恐ろしい。なんかやっぱ安倍晋三が撃たれてから一気になんかいろんなものが進んでるような気がする、うん、それはなんていうのあたかも環境が変わっていないかのような、うん、映像を作る仕事を彼は担ってましたからね。うんうんうん、確かにな。うん、環境が変わってまあ、例えば象徴的なのがさ、うん、その LGBT 差別推進法にしか見えない理解推進法ってやつを安倍政権の時にはずっとあれをやりますって公約に掲げてた、うん、だけど何もしなかったわけですね、うん、で今回それが曲がりなりにもできたらこの安倍晋三とかをこう信じてた人たちがもう怒り狂って自民党を叩き始めたじゃん、うん、これはその安倍さんはその変化に対応するふりはするけどしないっていうことをずっとこうやってきた、うんうんうん、やったふりね、うん、やるけど、まあ、やるふり憲法を改正しますっていうのをやらない、うん、なんかその何でもたがんでもスピード感を持って変化するふりをしてじっとしていますっていうことをこうずーっとやり続けたわけなんで、うんでそのある意味その名手でしたねそれはね、うん、でそのスタイルがですねやっぱできる人がやっぱおらんねやわね。おらんやろな、うん、だって菅さんに変わった瞬間になんかこう動き出しそうな感じがありましたもん、ねうんうん、確かに。それでそれでもその菅さんが何かしそうだったから引きずり下ろされたわけですけど、うん、で岸田君なら何もしないだろう意外とするなみたいな、うん、総理大臣にしたら安倍さんがいきなりずどんと垂れてしまって、うん、そうするとこうなんかズル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 っていうふうにこう動き始めた。岸田さんが能動的に変化させてるんじゃなくていろんなものに引きずられながら今まで動かないように止めてたものが動き始めてしまってる、うん、無秩序なんですよ。いやーなので動いてないこの変化はですね皆さんの足元にまで届きます。松本人志バカだなーって思っているいやあれうちらもなんか揺れてるでおーおーおーってなるよこれ。なのでこういう全体的な変化に対応することっていうことがですねやっぱりすごく大事なんですよね。で複雑さを生きるなんですけどもうちがね売っている、まあ、そういう変化どういうふうに変化っていうのが起きたりとかじゃあその変化にどう対応するのかっていうのが安富さんの複雑さを生きるっていう本にね書かれていますので、まあ、これバージョン2ちょっとだけ値上がりしました。1000円ずつ値上がりしたんですけども、1月末本格的にバージョン1よりも高くなるか同じ以上にはしようかなというふうに思っています。で1月中に買った人にはですね特典動画を1つつけようかなというふうに思っていますのですでにもう買ってる人にはもう買わなくても大丈夫。ね。後からこれは別で売ろうかなっていうふうに思っている特典動画をですね、まあ、1万円以上1月限定で、はい、1月限定で、買うとついてくるの でそれは何かというとですね複雑さを生きるよくね私たちがヒントになるっていうふうにね言ってるんですけど、まあ、確かにそうなんですよなるんですよ、うん、になるんですけど正直どうやって生かせばいいのって分かんないと思うので、多くの人はね、多分読んだ人もどう生かせばいいんだっていうなんか思う人もいるかもしれないので、ちょっとお金とか健康とかに関して具体的にどういうふうに生かすのかっていうことをですね、ちょっと安富さんと語る特典動画をね、お金と健康と複雑さを生きるという特典動画をですねつけようかなというふうに思っていますので、興味がある人はですね1月中までの特典なので、買ってください。もう買ってくれた人はね、よかったですね。買ってくれた人はもう先に買ったものは幸いである。いや、これ最初に買わなくてもどのぐらい得してんの？まあそうね。一緒に買って、はい、先行販売でも買った人というのはもうどんどんおまけがついてくる。私一月摩擦の特徴です。普通って普通はどんどん値下がりしていくんですよ。普通の商品でうちのはねどんどん値上がりする上に、最初に買った人はどんどん先にお得なものがついてくるっていうですね、販売促進のためにどんどん負けがなので、複雑さを生きるについての買い方 YouTube 説明欄に書いてありますので、まあこれね2005年に出ている本なんですけど、もともと岩波書店でね出ている本なんですが、とても私は素晴らしい本だなと思って、私と安富さんがねこうやって動画を撮ろうというふうに思ったきっかけでもありますので、ぜひ買っていただければと思います。買い方 YouTube 説明欄に書いてあるので、ぜひ見てください。それでは今日も読者じゃあねー。